茨城県道325号、日立大号停車乗船は、茨城県久慈郡第五町内を通る一般県道である。久慈郡第五町市街の国道461号と JR 水郡線、日立大号駅と接続するための延長569メートルの茨城県道の路線である。ただし、路線に指定された、起点、日立大号駅前から第五町役場前交差点まで、 国道461号追い子バイパスと全線、重複するため、実延長となる単独区間は存在しない。2013年3月まで、県道指定されていた泉町交差点に至る駅前、第五商店街の旧道。第五町追い子1959年10月14日、新たな県道として、九時郡第五町大技追い子の日立大御停車場を起点とし、 二級国道三戸郡山線交点を終点とする区間を本路線とする県道、日立大募停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号325となり、現在に至る。2013年まで、九時群第五町市外の国道461号9道と JR 水軍線。 日立大号駅と接続するための延長384メートルの道路であった。この急道は JR 日立大号駅前から泉町交差点まで大号商店街を通り抜ける一車線の東西に伸びる赤のインターロッキングブロック舗装の街路で前線が車両一方通行区間のため日立大号駅から国道461号方面へしか通行できないものであった。 国道461号大井子バイパス共用を、機に、大井子バイパスと全線重複する道路となり、一方通行の旧道は、第五町へ移管された。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。旧道国道118号旧道国道461号、現在は、茨城県道28号大井子。 那っせの泉町交差点にあたる。泉町交差点を通過していた、旧道国道461号は、現在茨城県道28号多い子、那っになっている。ありがとうございます。